おはようございます。よろしくお願いします。スーツじゃないんですよ、実は。いや、そうですね、今回は、はい、すごい夏らしい。結構僕にとって革新的な本当に初めて見ました。シルクロ、なるほど、北海道とはね、またいつも違う。そうです、そうです。てかもう、何の番組も僕全部スーツなんで、そう、すごく新鮮です。ですよね。じゃあ、半袖いいわ。さあ、始まりました。知るほどなるほど北海道。番組 MC の上杉修太です。アシスタントの伊藤さなです。よろしくお願いします。まず、2人がやってきたのは、旭川市にある川村金戸アイヌ記念館。こちらは、私設アイヌ民族博物館として知られ、アイヌの歴史や文化に触れられる記念館になります。赤がめちゃくちゃ似合いますね。はい、どうですか。ありがとうございます。はい、というわけで着替えさせていただきました。お似合いでございますね。いや、あなたこそお似合いよ。すごいぴったり。ほいやー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 ほいうさあーほいうさあーほいいやー、楽しかった。いや、上杉さんのソウルフルな歌声が聞こえてきて本当に思ってます。もちろんです。すごい吸収が早い。今怖いですか。今も一緒に今も一緒に再会の再会のだんだん離れてる。続いてやってきたのは、東北エリアを代表する北に流れる大河の天塩川です。急に雰囲気変わったね。めちゃくちゃ気持ちよくないですか。もうアドベンチャー感がすごいよ、この大自然。ここでは大自然を満喫できるリバーカヌーを体験します。2ストローク。じゃあこれに挑戦してみよう。はい、うまくいけばいいけどね。いやいや、行きましょう。アドベンチャーですから。目は発言を読み込む。うわー、これ気持ちいい。最高ですね、夏。もう誰も俺たちは止めることはできない。楽しんできてくれる。ありがとうございます。最高ですよ、ちょっと。すごいすごい、もう始まってます、これ、アドベンチャー。じゃあ、レフトをワンストローク。はい、行くよ。はい、せーの、レフトワンストローク。よいしょ、よいしょ、出発、出発。よっしゃ、行きます、行きます。レフトワンストローク。ライト、無事到着しました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、気持ちよかったですね。1時間ぐらい乗られてましたね。1時間ぐらい、でもあっという間でしたね。はい、うん、あれ1時間も乗ってました。だいたい1時間ちょっとぐらいは多分乗ってたのかな。体感的にはもう楽しすぎて5分ぐらいの感覚だったけど。もともと人間なんてさ、その文明の中で生まれた生き物じゃないわけでしょ。はいはい、だから、さなちゃん、もうちょっとインスタの更新減らしていいんじゃないですか。ゆったりして。ちょっとね、頻度が多いものですから。それはやめられないかも。そうか。カヌー体験の後は、食の魅力も楽しむということで、美深町にある築90年の赤レンガ倉庫を改装したレストランへ。めっちゃいい雰囲気のお店じゃん。いや、おしゃれですよね。赤レンガの中にこんな、あ、絶好のタイミングですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、乾杯。はい、失礼します。めちゃくちゃフルーティー香りがあります。あ、美味しい。爽やかですね。はい、なんかクラフトビール今すごい人気あるじゃないですか。うわ、美味しい顔してた。しみる。マジでうまい。グレープフルーツ、すごい感じます。うわ、
出社農場。はい、そうです。かみしめてる。またもったいないな。早く食べてもらって。早く食べてもらって。いただきます。これ好き。あ、美味しい。めちゃくちゃいい顔でビール飲まれてました。あ、バレました。こっちも飲みたくなっちゃいました。マジでうまかった。おかわり欲しかったんじゃないですか。今でも別に諦めてないそして翌日訪れたのは豊富町にあるサロベツ湿原センター。この場所から自転車で宗谷岬を目指します。自転車なのかな。違った。いや違う、だってここが違うですもんね、この感じ。僕がちょっと目測誤った。ヘルメットのデザインとこの色が合ってますね。あ、本当ですか。合ってる。合ってる。かっこいい。はい。それぐらいじゃ気持ち変わらないみんなどうにか。はい。黒、黄色と別に何かにマッチしてるわけでもないじゃん、これに関しては。答えのことみたいな。宗谷岬に向けてスタートします。オロロンラインを走る総距離50キロの道のり。宗谷岬では野生の鹿がお出迎え。二人は無事ゴールすることができました。いやー来たね。でも本当楽しかった。その辛いが楽しいに変わる瞬間っていうのがもう明確にあったんで、またお邪魔したいと思います。どうもありがとうございます。はい、カット。はい、オッケー、いただきました。いや、どうもありがとうございます。ありがとうございました。最後はエンディングの撮影です。いや2日間ありがとうございます。とんでもありません、こちらこそです。なんか2日間と思えないぐらい濃密でしたね。まだまだやっぱすごいね、北海道。まあだからね、ガーコンと、なるほど、なるほど、北海道毎週放送できる番組になれたらいいな。すごいプレッシャーかけてます。はい、プレッシャーかけてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。